デュエルマスターズカツワングランプリ日本一決定戦レギュラークラスファイナル、いくぞ、デュエマスタート。さあ、いよいよバトル始まりました。最終バトル、はい、まだ現段階では互いの超次元ゾーンにキルが置いてあることしか分かりません。さあ、ここでピクシーライブが置いてあるので、こちらの側は自然文明を使ったデッキ。なるほど、はい。さあ、まずはお互いにマナをチャージして、はい、瀬川選手のマナにはブラッディシャドウが置かれましたね。光闇文明のカードが置かれています。まだこの先どんな展開をするかは分かりません。なるほど。さあ、ここで高台選手動きました。2マナ使ってフェアリーライフ、はい、2マナからフェアリーライフ、はい、自然文明定番の動きでマナを増やしていきます。そうですね、3枚に対してまだ1枚しか瀬川選手はない。さあ、ここで太一選手、さあ2マナタップしておもろかげろ、はい、自分のマナ文明の文明の数だけカードを引き、その後同じ数のカードを山札の下に戻します。なるほど。必要なカードを自分の手札に集めているわけですね。太一選手、水光闇があるので3枚ドロー、そして3枚を山札に、はい、ということですね。このアクションをしたことによって次のターンの選択肢がぐんと広がります。なるほど、大事な一手だったわけですね。はい。さあ、マナを増やした竹谷選手に対して手札を整えた瀬川選手。なるほど。さあ、果たして、はい、1枚どんなカードが手札に加わったのか。さあ、待機して現在考えている。相当悩んでますね。これ大事な選択ですよね。ここは確かに日本一かかってますからね。さあ、3枚のカードを、お、また悩み直した。山札下に置いた、置いた。ターンエンド。さあ、続いて竹谷選手のターン、はい、どう。一方、4マナになるはずですね、ここで、はい。さあ、ここでマナニョックカードも重要になってきますね。やっぱり一つ一つの動き全部が大事になってきますからね、ここまで。もちろん全てが大事です。さあ、4マナ目のチャージ相当考えてますね。さあ、ここでどういった動きをするのか。4枚ある手札から何をマナに置くか。さあ、この対戦勝った方がこの全国の1枚マナチャージしました。ここで今ここで闇文明が置かれ、自然と闇が揃い、4マナ使って、お、ここで拷問ロストマインド、ロストマインド。相手の手札を見てそこにある呪文カードを全て捨てます。さあ、これは4枚のうち2枚が墓地へ行ってしまった。これは痛い。これ大きくプランを崩されましたね。さあ、これで大輝選手のターン。さあ、捨てられたのはマナチャージ。そして、お、ここでローラー、どうだ。ここでは、はい、トスト7なのにこれ出てきましたね。なので、ね、このクリーチャーですね、7マナなんですが、自分のシールドの数だけコストを下げることができます。なるほど。シールドが5枚あるので 7-5 で2マナで出せるクリーチャーなんですね。なるほど。はい、このクリーチャーが出たということは、この先の展開ちょっと相当気になるところですが、一旦ターンこっち戻りました。そうですね、竹谷選手のターンです。ただいま、はい、さっきはロストマインドで瀬川選手の手札を攻めたわけですが、このターンのアクションは何だ。どう来るか。ここで、はい、クリーチャーは2体に対してまだ0体。まださほど大きな動きはないということですね。そうですね、じっくりとお互いに状況を整えています。さあ、竹谷選手動くか。さあ、ここで、さあ、悩んだ1枚マナチャージ、自然をマナチャージしました。はい、5マナ揃った。3マナ使って呪文、父なる大地。はい、相手のバトルゾーンにあるクリーチャーとマナゾーンにあるクリーチャーを入れ替えることができる。なるほど、はい。さあ、ここで太一選手のターン。先ほど出たばかりのローランがマナゾーンに、ね、追いやられて、代わりにブラティシャとブロッカーが登場しました。なるほど。さあ、ここでマナチャージ、はい、これは今両選手自分のやりたいゲームプランをやってるってことですか。今一生懸命瀬川選手が何かしよう何かしようと頑張ってるんですが、それを丁寧に竹谷君選手の方が潰している状況ですね。ここで太一選手2マナタップ、サグラダファミリエを召喚しました。なるほど、これ以上手札を捨てられてはたまらないということでしょうか。さあ、竹谷選手のターンドロー、はい。さあ、太一選手は順調にクリーチャーを並べているように見えるが、さあ、そうですね、現在どうなっていくのか。はい、竹谷選手1枚マナチャージ、ここで2、3、4、5、お、お、6マナ使って、お、はい、超次元バイソール打ちました。はい、相手の手札を見て呪文を1枚捨てるカードなんですが、手札がないので少し自体は関係ありません。ただし超次元ゾーンから、合計コスト6になるような2体のサイキッククリーチャーが、10コスト以下の闇のサイキッククリーチャーが出てきます。なるほど、強力な1体か小型の2体を出すかということですね。
瀬川選手の側には今3体のクリーチャー。さあ滝谷選手、最後の1枚を使った行動で何をするか。お、お、はい、ジオザマーをバトルに出しました。ジオザマー、はい、自分のターンの終わりにマナゾーンから回収できる。そうですね、はい、さあここで対戦時間5分経過、残り時間15分を切りました。対して、お、ここで滝選手デビルドレイを使ってなんと自分のシールドを全て手札に加えました。さあ強力なアクションですね、これね。お、そしてここでガブリエラがバトルゾーンに入れた、はい、これはグラビティゼロ。自分のシールドを全て手札に加えるというモロハの刃なんですが、一気に手札を増やすことができます。なるほど。そして自分のシールドがなくなったことによりグラビティゼロ、シールドがなかったら出せるという特殊なクリーチャーガブリエラを召喚しました。なるほど。さあ竹谷選手ここで、はい、お、まあ、バイソールを出しました。バイソール丁寧に手札落ち、あ、またきらめきが落とされた。瀬川選手のデッキでは相当きらめきプログラムが重要な働きをするんですが、分かってますね。お、ここで勝利のガイアルカイザーを出して、はい、アタックに行きました。相手のブロッカーを、お、ここはジオザマンでダイレクトアタックに行ったが、はい、ブロッカーは下上げで、ジオザマンによるダイレクトアタックを今瀬川選手がガブリエラを生贄にすることで防ぎました。なるほど、はい、ただしこのガブリエラの能力はには制限がついています。はい、このターンの攻撃は防げるんですが、次のターンの終了時に自分が負けてしまいます。なるほど。自分の負けをちょっと先に伸ばしたんですね。ということは太一選手はこのターンに決めなければならないと、はい、なるほど。じゃあここ第1チームのところですね。はい、非常に重要なターンです。さあここで何か打つ手はあるのか。さあ現在大輝選手のターンです。ここで1マナタップ、お、ロジックサークル、はい、自分のライブラリーから好きな呪文を探してそれを山札の上に乗せます。なるほど。それを手に入れる手段があれば先に続くかもしれない場面。いやー、ここ注目ですね。さあどうするか。さあ山札から何をサーチしてくるか、今回この試合にあたって自分自身でこのデッキを選択した瀬川選手。お、ここで1枚。さあ選んだカードは何だろう。呪文じゃなきゃいけないので、お、山札の上に載せなきゃ、はい、ここで選んだカードは自分のクリーチャーが攻撃できるようになるダイヤモンドソードでしたね。あ、なるほど。それを山札の上に乗せ、ここで2マナタップしてソルハバキを召喚した、はい、そしてソルハバキで1枚手札に加えて手札とマナゾーンを交換し、ストロングスパイラルを手札に加え、2マナタップ、さあ2マナ使い、はい、さあそれでサイキッククリーチャーのジオザマンを超次元ゾーンに戻します。はい、ここがシールドに攻撃、シールド2枚目ブレイク、1枚2枚、お、ここでストライクバックでオチャッピーが、はい、オチャッピーにより墓地のカードをマナゾーンに置きます。ただしターン終了で、はい、終了ということで、はここはガブリエラの能力、はい、ガブリエラの能力に負けが決定してしまうということで、見事、はい、見事日本一に輝いたのは関東大会 B ブロック代表竹谷光大選手です。おめでとう。